今日もですね、動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、ちょっとね、半年ぐらいですね、朝測ってないんですけど、体重計をね、ちょっとこう乗ってみたいと思うんです。で、大体、まあ、参考になるかわかんないですけど、まあ、ヨガとかちょっと体操をやってて、体操とかね、こう、あとはまあマラソンとかは一切してないんですよね。マラソンとか外に出てこう走ったりとかそういうのはしてないんですけど、家の中でね、結構その家のこういう、まあ、狭い、まあ、部屋っていうか、まあ、畳1枚ぐらいのね、範囲内でできる体操っていうのをこうやってるんですよ。で、一体ね、それで体重っていうのはどのぐらい、ね、こう維持できるのかとか、そういうのをね、ちょっとこう参考程度にしてみて、で、なんでこういうことをやるかっていうと、結構ですね、痩せたいとかね、こうしたい、痩せたいとか、なんかこう、したいと思ったときに、まあ、なんかこう、機械をね、なんかいろんな、まあ、健康器具とかあるじゃないですか。そういうのを買わないとできないとかいう方っていうのは結構いらっしゃるんですよ。買わないとなんか痩せられないとか、なんかサプリを飲まないとなんかこう痩せないとか、なんか物にね頼ろうっていう人が結構意外と多いんですよね。で、別に器具、僕は何もこの別になんか使ってるわけでもないし、家では別にヨガのマットとか敷いてるわけでもないんですよ。で、まあどう簡単にね、ちょっと部屋でこう手軽にね、こうできるっていうことをこう少しずつやってきてるんですけれど、それで一体どのぐらいの体重を維持できるのかとか、体脂肪はどのぐらいなのかとかね、ちょっとね、皆さん乗りますんで、ちょっと見てみてください。で、まあもしかしたらあんまりね、変わんないかもしれないし、一般の人と変わんないかもしれないし、もしかしたら結構ね、変わってるかもしれない。でもし変わってて、僕がやってることといったら、まあ、食べ物は結構好きなものを食べるんですね。で、まあ、少しは、ね、気使うんですけれど、はい、でもうお酒、タバコは しないっていうか、まあ、お酒は、ね、飲めないんで、飲まないんですけど、まあ、タバコは、まあ、やってないですよね。で、あとは別に、ヨガの、体操とかそういうだけで、あとは別に甘いものもバンバン食べてますし、大好きなんでちょっと食べちゃうんですけど、なのでちょっとね、測ってみますんで、ちょっと見てくださいね。ここにね、ちょっとこう移動してみましょうか。こうちょっとこう移動してみます。で、こんな感じです。はい。で、いかがだったでしょうか。はい、ご飯ね、食べたすぐ後なんで、体脂肪とかもね、結構バーンと上がるんですよ、体脂肪って。はい、なので、ですけれど、でも結構、まあ、普通の40代よりも、普通のって言っちゃいいんですけど、運動してない40歳よりは少し、まあ、体脂肪はね、まあ、12% なんで、普通の人は 20% とかで、ね、あれなんですけど 12% なんで、まあ、あとはちょっとこうね、いろいろやってたんですけど、まあ、どうかなっていうことで、
ちょっとね、まあ参考にというか、あんまりね、その機械とか、あとそういうものに頼らなくても、運動器具とかね、こう頼らなくても、自宅でね、自宅でなんかこう、やったり、ちょっと体に気をつけるだけで、かなりね、こう変わってきますんで、よかったら参考にしてみてください。今日もありがとうございます。